タインウィアメトロはノースイーストイングランドのタインウィア各都市を結ぶ都市高速鉄道及びライトレール。既存の鉄道路線を改装した区間と新規に開通した区間が存在しており、1980年から営業運転を開始した。入ッするやゲーツヘッド中心部に地下路線を有することから入ッする地下鉄とも呼ばれる。タインウィアメトロは 1839年に開通したニューカッスルノースシールズ鉄道を川切りに1880年代まで建設が行われたタイン川沿いの郊外鉄道路線をルーツに持つ。そのうちニューカッスルアポンタインからバイカー、ウォールセンド、タインマスなどタイン川の北側の都市を結ぶ系統は1901年に開通した路面電車との競争にさらされ、 利用客が大幅に減少する事態となった。そこで当時路線を所有していたノースイースタン鉄道は対抗策として第3機上方式を用いたイギリス初の郊外電気鉄道網を構築することを決定した。工事は1903年から始まり、翌年の3月から8月にかけて順次開業し、蒸気機関車牽引の列車と比べて迅速かつ、 快適なサービスが実現したことにより、路面電車に奪われた利用客を取り戻すことに成功した。さらに1938年には、ノースイースタン鉄道など、多数の会社を統合して誕生した、ロンドンノースイースタン鉄道により、タイン側南部の都市を経由する、入ッするアポンタインサウスシールズ間の電化も行われ、これらの路線は、タインサイドエレクトリックと呼ばれた。 だが、国有開港利用客は減少し、さらに電化施設や車両の更新費用がかさむことから、イギリス国鉄は1960年代以降、進めていたビーチングワックスの一環として、これらタイン川沿いの路線の電化の廃止を決定した。タイン川南部の路線は1962年に、北部の路線も1967年に非電化路線となり、以降は、 機動車による旅客輸送が行われることとなった。電化が撤去されたタイン川沿いの鉄道網は、電化時代から最高速度の低下、利用客減少による運転本数の減少をはじめとするサービス低下が顕著となり、地域の経済発展の阻害になるとみなされるほどになっていた。この事態の解決及びタインウィア地域の交通機関の近代化のため、 1969年にタインサイド旅客輸送局が設立され、路線の再電化、地下路線の建設を含む都市高速鉄道への抜本的な改善が計画された。そして1972年に建設費用の75%を政府からの助成金で賄うことが決まり、翌1973年に議会で可決されたタインサイドメトロポリタン都市圏鉄道法案によって、 建設が承認された。タイウィアメトロの工事は1974年から行われ、路線の直流線5 0 0ボルトの架空電車線方式、再電化、駅の移転及び整備が実施された。これらの各種施設は、イギリスの鉄道で初めてバリアフリーを前提に設計されたほか、世界でも最初期の施設全面禁煙が実施された。また、入するアンタインや、 ゲーツヘッド中心部には新規の地下路線が建設された。そのうち入荷するアポンタインの地下路線は主に、強力粘土層内部に付設された一方、ゲーツヘッドの地下路線を建設する際には中世以降に建設された炭鉱の行動を埋め戻す作業が必要となった。さらに、地上区間では、タイン川を渡る橋梁として、クイーンエリザベスにせい橋が、ウーズバーン川を渡る。 S 字型の橋梁として、バイカー高架橋の建設が行われた。これらの路線建設と並行して、タインウィアメトロに用いられる電車の施策も行われ、営業運転を想定した施設を備えた、実験線における主運転が1975年から実施された。電車の設計は、西ドイツのシュタットバーン向けに開発された、デュワグ製の B 型電車が元となった。 列車の運営権をめぐる各組織の意見の相違や1976年の財政破綻、それに伴う政府による公共機関への資本プロジェクトの凍結など様々な要因で建設は遅れたものの、翌1977年までにこれらの問題は解決し、イギリス国鉄からの地域輸送の譲り受けに関する内容もまとまった。 そして1980年8月11日午前5時27分のタインマス発ヘイマーケット行きからタインウィアメトロの運行が始まった。タインウィアメトロはその利便性や快適性、さらにタインサイド旅客輸送局が運営するバスやフェリーなど他の交通機関との連携など利用客から高い評価を得。 1984から85年の乗降客数は6000万人以上を記録した。これはタインウィア地域における公共交通機関の乗降客数の25%に相当する数値である。1984年までに初期計画時の路線がすべて開通して以降も積極的に延伸が実施されており、1991年には 入ッする国際空港までの路線が開通し、空港連絡鉄道の役割も担うことになった。また2002年に開通した路線のうち、ペローマイナスサンダーランド間は、ダラムコースト線の一部区間を電化する形で開通し、タインウィアメトロの電車とともに、従来の客車列車、貨物列車も運行する。開業時の路線を含め、延伸された路線の開業年月日は、 以下の通りである。2000年代以降、タインウィアメトロでは3段階に分けて、施設や車両、運行システムの近代化及び修繕工事が実施されている。開業以降タインウィアメトロの運営は、タインウィア旅客輸送事業局によって行われて、いたが、近代化に伴う投資及び補助金確保のため、政府との契約の一環として民間に運営を、 委託することを決定した。それに伴い2008年以降選考や入札が行われた結果、ドイツ鉄道の子会社である DB レギオが運営権を獲得し、2010年4月1日から列車運営や施設管理を引き継いだ。だが満足のいくサービスや結果が提供できなかったと判定された結果契約の延長は行われず、2017年3月を もって DB レギオは運営から撤退した。以降は再度ネクサスによる列車運営や施設管理が実施されている。タインウィアメトロの系統図2019年現在、タインウィアメトロは以下の2系統を運行している。運転間隔は平日が最短8分及び12分、土曜日は12分、日曜は15分となっており、 グリーンラインとイエローラインの列車が共に走るサウスゴスフォース駅ペロー駅では平日朝夕のラッシュアワーに最短3分間隔の列車運行を実施している。地下駅であるモニュメント駅全区間のうち入ッするアポンタインとゲーツヘッド中心部を走る以下の区間が地下路線となっている。その中で両区間が接続するモニュメント駅は2層構造となっており、 セント・ジェームス駅及びマナーッツ駅方面の列車は上層階にジェスモンド駅及びゲーツヘッド方面の列車は下層階に停車する。タインウィアメトロのシャコシャコは1923年にロンドンノースイースタン鉄道によって建設され、1980年のタインウィアメトロ運転開始時に関したものを使用しており、本線とはロングベントン駅及びリージェンツセンター、 インターチェンジ付近へ伸びる、短絡線で接続されている。2019年現在、タインウィアメトロでは、開業時に導入された、メトロキャメル製の4000系電車が継続して、使用されている。編成は2車体連接車で、車庫での脱線事故により運用から離脱した一編成を除いた44編成が、営業運転に用いられる。二千十年から二千十五年にかけて、 リニューアル工事が実施されたが、対応年数を超過し、老朽化が進んだため2021年以降事故で、ノベル、新型車両への置き換えが行われる予定。2020年2月、スイスの鉄道車両メーカーである、シュタトラーレールは、ネクサスとの間に、新型車両の導入及びメンテナンスや車両基地の整備に関する契約を結んだ。同社が製造予定の車両は、 全長60メートル、最高時速時速80キロメートルの5車体、連接車で定員数は800人を予定しており、車体の軽量化や VVVF インバータ制御に対応した制御装置、回生ブレーキの設置により従来の車両からエネルギー消費量が削減される。車内には車椅子やベビーカー、自転車用のフリースペースが各所に設置されているほか、 新たに開発された空気バネを用いた台車によって騒音や振動が抑えられ優れた断熱性や防音性を持つ車体により快適性の向上が図られる。2023年から営業運転を開始し2024年までに4000軽電車をすべて置き換える予定。また契約当初は42編成を導入する予定だったが 翌月には追加分として4編成の発注が行われ将来的な延伸や本数増加に備える側面図。ありがとうございます。